白ウミウシゴニオブランクスオリエンタリズはウミウシの一種。白い体に黒い反紋がある。体長は40ミリメートル程度だが、最大では5センチメートルになる。体は白色から紅白色で、背面にはまばらに黒い楕円形の反紋がある。外頭膜の円は狭い黄色い帯板で囲まれる。触手とエラも黄色。体側面にも黒縁があり、後端は黄色。長官体。 中部下部に比較的普通に見出され、タイドプールでもしばしば見かける。消化管内用物の検討からは、これらの環境において、岩礁表面に普通に付着している黒い素海面、もしくは波い素海面を餌としている、可能性が高いとされている。7から8月に散乱し、乱海は多物の上に渦巻き形に産み付けられる。日本では太平洋岩、 日本海岸に普通に見られる。国外では、香港、台湾から知られる。同族のものでは、白ラ,ライローミウシシー・トゥームライピラが、本種とよく似ている。白地に反転が散在し、背面が黄色で縁取りされている点は、共通する。ただしこの種では、反紋が黒ではなく紫である点、外エラや触角が黄色ではなく白い点などで、判別できる。 別属ではあるが薄色を見失ヒップセロドリスプラシダもよく似ており、白地に黒い反紋、縁取りや触角などが黄色い点も共通するが、この種では背面の円に近い位置に薄い青色の領域がある。西村編著 P280 以下、種として岡田ほか P177、渡辺麻美、大和田正と金沢健一2009、相模湾に生息する。 海牛類の植生。サイエンスジャーナルオブカナガーユニバーシティ20、85から88、岡田ほか、P116、岡田ほか、P116 中野、P164 中野、P167。ありがとうございます。